アメリカって好き？詳しくないの？詳しく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 2万ですよね。はい。もうね、まあちょっとね、もう終わる前に、はい、昔ね、フジテレビにね、仲良しテレビっていうのがあったんだけども、日中間のその、お客っていうか、もうわけのわかんない連中を集めて、わーわーやるんだけど、今日ちょっとこれをもう一回復活させようかなって思って、しかも、もう、もぼにも、出てきちゃう。あ、ちょっと、せめて、パクさん、はい、同盟軍にしようよ。同盟軍ね、あんまり中国人嫌いね。嫌いね。言われた。ごめんなさい。中国人、どういうところは中国人は嫌いなの？もうどこ行ってもいい噂聞かないんで、いや、もう仕事しづらいしか聞かないんで、もう言うことが2点3点するっていうふうなことばっかり聞くんで、で、まあ僕は個人的にそういうふうなビジネス絡んでないですけど、なんかこうマナーが悪いとかっていうのをね、まあ目にしたこともありますしね、はい、ちょっと痛いんですけど、これはね、はい、少し前の話なんです。最近ね、良くなってるの、余裕が出てきてるんですよ。逆に成り気になってるから、違うんですよ。こちらの日本の周さんみたいな方が、ね、中国人の方が日本人化していって、ある程度こう失礼な無粋なことをする新しい中国人に対して教育するっていう風なね、ことをね、ちょっと聞いたことがあったんで。いや、教育する立場じゃね、向こうのが上だもん。札束出して、ほらーって。そんな人に、もっと言えるわけないだ。札束出すのはいいんですけど、例えばタバコをね、あまりポイ捨てするなとか、ゴミをね、あんまりね、分別しないで出すなとか、そういう風なことをね、ちょっとずつしていってるような感じがしてる。それはね、はい、僕はしてしませんけど、はい、ただ、これあくまで10年、15年前の話です。最近徐々にそういう話を聞かなくなって、日本のテレビでもね、それはなくなった、言わなくなったんですよ。来てる人たちは、やっぱ慣れてきてるし、豊かになってるから、人に尊敬されたいわけ。そうすると自分のその振る舞いとかね、気をつけてるんです。はい。どこでパクさんって、はい、どちらのご出身？私は生まれたのは大阪です。で祖父母はチョルラプット、全羅北道ですね。プサン校が近いのかな。今はもう日本人の国籍ですか？いや、でもずっとナショナリティはずっと韓国の。韓国、はい、なんでちょっと、まあ、僕もまだ中国の名前なんです。違うんですよ、まず手続きがめんどくさい。自分の身の回りの関わってる全ての人間がちゃんとどういうふうな人間であるかということを申請して、それで審査が始まる。それで、ちょっと自分が犯罪歴とかあったりとかすると、日本国籍で得れないし、まあ前科のある人、もし私中国政府だったら、それはもちろんもうダメだよ。だから結局紙一枚のことじゃないですか。自分が韓国籍で差別されることもないし、結構今韓流が流行ってるんで、自分が韓国人っていうとちょっとファッとこう一目置いてくれる人もいらっしゃるんで。いや実際韓国人の男性と付き合うとね、もう大体拒絶されるんだよ。いや強変しちゃうんですよ。いやだって、もうボコボコと暴力行動のところですよ。だから韓国人、朝鮮人は自分の嫁はんを殴るっていう習慣があるから。そうでしょ。だから僕はね、韓国人に憧れるのはいいけど、付き合うなよと言ってます。正解。私もそう思う。中国人の男性の方がまだマシだよ。一緒。少なくとも妻には手を出さないし、家事もするし。だって韓国人の男性結婚したのに何もしないもん。相当浮気もするし。浮気するんじゃなくて、それが当たり前なの。そういう文化はいただかないね。まあでもその浮気の文化っていうか、目かけを持つ文化とかね、それ日本だってね、ありますね。昔は堂々と田中角栄だってね。そうです。だからそういうのはもともと中国は悪いんですよ。儒教の思想なんですよ。ただ今ね、パッカンとか言われたので、いわゆるその紙のこと、それで面倒くさい、でも本当にね、日本にいられるかいられないかの状況の人たちはそうは言わないですよ。だからやっぱ特別永住制度っていうのが、そういう制度である。ずっと恩恵を受けてるから、もう生意気になってるんだな。生意気になってるんじゃなくて、いや僕はね、はい、そうやってね、こう守ってくださるんだから、それにはおとなしくね、おとなしくしておこうというふうな考えなんで、そう言い訳別にしてね、その制度の中で不自由を感じなければ人間って変えないんですよ。
だからそれだけの話だと思うんですよ。だから我々はそういうね、国籍制度なんかもきちんと再整備をして日本に住み続けるんだったら日本人として生きるのを選ぶのか、ゲストとしておとなしく生きるのを選ぶのかということ、それは結局まだゲストというわけですか。で、特別永住制度っていうのはその中間でほぼそうです、うん、日本人と変わらないわけ。そうです、はい、だからもう限りなく特別永住資格ですけど、うんうん、もうありとあらゆるところでの資格が認められているゲストですよ、うん。まあ、僕も言うのなんけど、まあ、長く日本にいてやっぱり染まったりするんですけど、うん、パクさんを見てても顔こそちょっと半島系みたいな感じなんだけど、はい、考え方とか振る舞いとかも日本人とあんま変わらないんですよ。いや、それ年いったからです。年取ったから、はい、はい、年取ってある程度人生経験してきたからです。やっぱり20代30代の頃はもう大変でしたから。暴れたんですか。もう韓国人という風なやっぱり血を引いてるんだなと、うん、否定はできなかったです、うん、今こういうご時世だからもうおとなしいっておとなしくせざるを得ないところもありますし、やっぱり年の方ですよ。なるほどね、うん、なるほど。じゃあ、 あとお三方にちょっと聞きたいんだけど、うん、はい、アメリカって好き。うんとね、複雑だけど、うん、まあ好きになっておくか好きになっておくか、おくかと、あ、仕方なく好きになると。そう、だからだって、ね、さっきのね、うちのチャンネルの対談でも出ましたけど、もうありとあらゆるところが、うん、アメリカを主体とした仕組みに日本は組み込まれたわけですよ、うん、戦争に負けたことによって、うん、それまでは、まあ、ギリギリ対等だった日米の関係が完全にアメリカの組み下と言いますかですね、アメリカの傘下に組み込まれてしまったわけですよ。だから別にアメリカに媚び寄るという意味ではなくて、アメリカと関わらずに何もできないということをまずそこを分かった上でこうどうするかって考えなきゃいけないと。そうですね、うん、ただそのやっぱり我々としてはですね、うん、日本がアメリカに対等になるべく、うん、やっぱり努力はしなきゃいけないですよ。いや、努力はしたんですよ、頑張ったんですよね、難発に。それを超えようかなってとアメリカポンってやられて、そうそうそう、しょうがない、もうやっぱアメリカ怖いなって、やっぱ従った方が得なんだとかっていう考え、うん、まあ得なんだというか常に押さえつけられてるわけです。そうそうそう、今日本の詳しくないの。悔しいです。もうその詳しさ出してよ。だからその辺は ね、僕らみたいな大陸系の人間じゃないんだから、ね、やっぱ島国の方なんだから、そういうのは違うんですよ、また表現の仕方。違うのか。日本の今の方針っていうのは、アメリカ抜きに決められないですよ、何一つ。例えば今、日本人が苦しんでるこの政策にしたってね、アメリカの影響なんですよ。だって日米合同委員会の命令は全部聞かなきゃいけないじゃないですか。そうですよね。で、それに対して非常に不平等なことがいっぱいあるし、だからアメリカっていうのはとんでもないんですよ、うん、だからとんでもないんだけど、日本がこうだということは、うん、やはり日本がアメリカと対等となる努力をしなきゃいけないですね。一方韓国だともう明らかに反米と親米はね、分かれてるんですよ、綺麗に分かれてる。いや、まあ、分かれようが何しようがね、そのアメコがいないと韓国はやってない。アメコは今ちょっとあれですね、差別用語なんで、うん、差別用語ちょっとすいません、正直に言ってくれなかったね。だアメリカの方のね、アメリカの合衆国のそういうと、実はアメコはアメコも僕も何回もいたんだけど、いいよ。いやいや、それはね、思いたくないんですけども、はい、国際分かるでしょ、コロナって、ね、コロナ騒ぎが起こってアメリカちょっと疲弊しただけでどうなりました。今1ドルが236円ですか、うんうん、日本も対等にならないといけないというふうなことはおっしゃっても、やっぱりすぐにはできないじゃないですか。スーパーマン違うんですよ、うん、だから、ね、日本だけじゃできないかもしれない、周りの中国と韓国と手をつなげるような人材じゃないから、こうやって対立してるわけじゃないですか。人材ってみんなそれぞれあるじゃん、国、まあ、でも正直日本人は正直なんですね。あの習近平と組むの、まあ、習近平じゃなくてもいいけどさ。でも習近平2、3って出てくるよ。で、韓国と日本の問題は、うん、お互いに仲悪すぎますね。悪すぎますね。うん、いやいや、悪すぎんじゃなくて、わがままを通そうとしてるだけであって、うんうんうん、それはちょっと無謀な、うんうん、ことが多いんじゃないかなと、自分が在日の韓国人として、うんうん、何回も不当労働者とか、従軍や、もう何回もやるなよと。うんうん、お前、ええ加減しとけと、うん、人無心するのにも程があるやろと。いや、それがだから使える手として、うん、これは何かあるとお金譲れるんじゃん。それでやっぱりね、どこの
国の例を挙げても近隣の国同士では仲悪いもんですね。まあそれも、うん、まあそうですね、うん、あの喧嘩できるほど仲いいっていうのもある。いやこれはそういうレベルの問題じゃないと思うんです。いやそれ仲がいいのが殺し合いするの、うん、ロシアとウクライナ隣同士仲がいいから殺し合いするの、まあ、元々は兄弟だよね、うん、向こうは、うん、だから殺し合いしてるの、うん、まあ、だから隣国同士の関係では難しいし、少なくともそのコリア、チャイナ、日本ということで、うん、組んで、うん、あの米国と相対することは不可能です、ね、韓国側は？あ、無理です、ね、無理、わかりました。じゃあその結論出して、はい、出してるから、じゃあ中国はね、あの一人でね強くなってアメリカをやっつけて、うん、でこの1カ国を古文にするしかないな、うん、力は借りられないね、うん、だからね残念です、うん、だから今ね周さんおっしゃった通り、うん、唯一アメリカに対抗する手っていうのは、うん、朝鮮半島と日本列島をに人民解放軍を送り込んで占領して、うん、それで対米防衛ラインを作って、うん、そこでアメリカと対峙する、うん、これが方法ないよ。これでは勝つかどうかは分からない、うん、もし勝ったらどうするの？え、もうペコペコするの？今のアメリカみたいに中国に対して。いや想像できない。まあ、今の日本の場合想像まあ、嫌な方で想像すると下手すると受け入れますよ、うん、まあ、中華人民共和国がアメリカ合衆に勝つか負けるかについては限りはこれに近いと思うけど、うん、ただ中華人民共和国の日本国を占領した場合は日本人は多分朝鮮半島より台湾より従順に中国共産党様になるのは間違いないと思う。でもそういう人は見たくないね。僕だって日本に来てるから、うん、家族だって日本人で、うん、そんな考えて想像できない。だから日本人がこうなって、それはもちろん日本人の責任であるけども、これはアメリカの統治の大きな日本に対する罪ですよね。そうです。でそれを罪というのはアメリカに対して追及しなきゃいけない、うん、アメリカに原爆を落とされて死んだ、ね、うちの親戚って全部長崎ですけども、うん、その人たちがアメリカに感謝するなんて異常なメンタリティですよ。それはアメリカに教育されたからね、うん、させられてこない。それがやっぱりね、日本というのはこの戦後ね、うん、あの70数年の間に、うん、今までの日本というものはなくなってるわけですよ、うん、まるで別の国、うん、別の国民になってしまう。だからそれを取り戻すのが我々先 で、あのチャイナとか韓国と一緒に何かをするどころじゃないですよ、うん、じゃあ、まあ、せめてあのもし中国はアメリカと本当に本気で戦うならば、ちょっと応援してね、ここ中国頑張れって一緒には、ね、やれないけど同じアジアの人だから、まあ、多分日本は、うん、あのね、集団的自衛権でアメリカと一緒になって、あの占領されたかったの。その時じゃあもう占領してあげる。いいや、もう戦争なんかはいい、いらない。チャイナとアメリカが戦争したら日本が結局統治して、それでパスポートがなしで行けるようになるかもしれない。いやでももう永遠にあのアメリカ1位でいいよ。アメリカ1位で中国は2位で、それでいいじゃん、みんな平和で。何よ、急に弱気になってる。だってゼロ、ほぼゼロだもん。そうでしょ。いや冷静かというとそうなの。アメリカの力って人口とかだけじゃなくて、経済力、それから資源、それからその世界に持っているそのいろんなその派遣、そういうものを総合すると、やっぱりね、なんだかってアメリカがすごいんですよ。あとね、違うの。アメリカはもう強いけど、あとその、まあ、中国は今第2位でしょ、うん、第3位、第4位、第5位の国々はね、だらしないんだよ、うん、もうずっと1位が怖い怖いっていうの、うん、でもそれはずっとアメリカの思うつぼじゃん、うん、もうそろそろトップを交代してもいいかなっていうのは、うん、向こうの人が思ってるからね。でもそのチャイナだってアメリカに経済政策だったらイチコロですね。いや本当にだってどれだけ対米依存しての経済に。まあね、まあ、でもだからそれをちょっと今路線ね、変えようとしてるんですよね、うん、内需とかじゃない、うんうん、でも逆にアメリカで中国なしでもなかなかやっていけないよ、うん、そういう世界で我々は新年を迎えます。